圧痛がかなりあると。長径靭帯によってモーメントを学ぶ、膝下筋によって加害線による病態を知る、外側半月板との鑑別をどうやってやったらいいのかという。そうですね、なんだね君は。はい、何ですか。すいません、こんなやり口で。まあ、いよいよ、園部俊哉の臨床膝関節の全国ツアーも、まあ、終盤というか、後半戦に差し掛かってきて、で次のテーマが長径靭帯と膝下筋、こちらの2つの組織についての評価治療というところで、変形性膝関節症膝を見る上では、この2つの組織っていうのはすごく重要になってくると思いますし、注目している方ってすごく多いと思いますので、その注目のポイント、これまた YouTube でちょっと、しょうがないね。わかりました。すいません、こんなやり。はい。よろしくお願いします。はい。今回の全国ツアーでは、対象エリアの方は受講が無料です。また、私が弟子にしか教えないこの幻の6章もプレゼントしますので、ぜひ対象エリアの方はこぞってご参加ください。まず長径靭帯についてお話ししたいと思います。長径靭帯は、冒頭にもありましたけど、変形性膝関節症で、よく、張ってるということであって、痛みが生じるということはあんまりないかもしれませんね。痛みが生じる病態としてはスポーツで非常に多い病態ですので、スポーツを見る人にとっては必ず知っておかなければならないと思います。で、主には大腿骨の外科と、の摩擦、負荷によって起こるということと、この膝関節の外反モーメントの増大が関与していますので、このモーメントの考え方として、例えば長径靭帯炎を見ることがないとしても、モーメントっていうのをどうやって考えたらいいのか、それと、そのモーメントが起こる時期、これが分かることによって、動作を見るときに、実際に長径靭帯の人がどういうモーメントが加わるのか、そしてどの時期に加わるのかということが分かると、動作を見るときにどうやって見たらいいのかということが分かるかと思いますよ。そして長径靭帯で気をつけないといけないのは、よくあるのは外側半月板の痛みと混同されるということは少なくないんじゃないかなと思います。つまり、私はもうすごい、たくさんスポーツ整形を見てきたので思いますけど、例えば外側半月板と診断されていて実は長径靭帯炎だったということや、逆もありますね。長径靭帯炎という診断名で来て実は外側半月板だったということもあると思います。なのでそこも含めて、この評価と、治療の方法が、どうやってやったらいいのか、でそして、外側半月板との鑑別をどうやってやったらいいのかということが分かることは大事だと思います。とにかく意外と長径靭帯炎というのはたくさん運動しないと出ないということが多いと思いますので、そこも含めて、ちゃんとした、評価をどうやってやったらいいのかということは皆さんにとって、大事なんじゃないかなと思います。次に膝下筋について、説明したいと思います。膝下筋の痛みは実はもう本当にすごい多い病態なんです。おそらく膝下筋の痛みを患者が訴えてこなくても、例えば加害線が強いなと思ったら膝下部の膝下筋のところを圧すると、圧痛がかなりあるという症例は多いんじゃないかなと思います。で、年齢層で言ってもだいたい高齢者も多いですし若い人も多いし、広い、年齢層で多く見られる病態ではないかなと思います。ただしここで重要なのは手術になる適用になることはほとんどないと思います。そして生活で、痛いだけでそれほど支障を与え、支障を与えないので、医療現場では軽視されることが多いんじゃないかなと思います。そういうことも含めて患者さんが医療施設に行くことも少ないかもしれないし、また病院に行っても
まあ、診察室で門前払いじゃないですけど、まあまあ、特に問題ないよと言われて帰ることが多いんじゃないかなと思います。ところが、ここ大事なんですが、膝下筋の痛みというのはそれ自体が、まあ、もちろん問題なんですけど、それよりももっと重要なことはやっぱりその他の疾患に付随して発症することが多いということです。だから、膝下筋単独の痛みもありますけど、それよりも、まあ、併発して起こる病態であるし、膝下筋のこのメカニズム、痛みが起こるメカニズムが、膝関節のその他の痛みを取るメカニズムと、まあ、似てくるので、そういった意味ではメインの病態ではないんだけど、評価と治療ができて症状が取れることには大きな意義があると私は考えているんです。まあ、そういったことも含めて今回、まあ、長径靭帯によってモーメントを学ぶで、膝下筋によって、まあ、特に加外線なんですけどね、まあ、加外線による病態を知る、そういったことが皆さんにとって役に立つこといっぱいあるんじゃないかなと思いますよ。まあ、それも含めて楽しみにしていただければなと思います。